はい、アルデンベルクさんですか。あ、そうです。今ちょっと YouTube ちょうど撮影してました、ね。はい、ちょっと行ってみます。お願いします。ということで皆さんこんにちは。ハルデンベルク、例によっていつもより1時間ぐらいかな、予定より早く着いてしまいまして、ここは私が大好きなですね、室町テラスですね。今日何しようかと思って来たかと言いますと、インバウンドがねすごく復活して、海外からの観光客さんがたくさんこの辺を見えになってたはずなんですが、朝これで11時ぐらいなんですけど、ほぼ人がいなくて、日本にいらっしゃった外国の方にこのランボルギーニを日本で見てどう思うか、10人聞くまで帰れま10企画をやろうと思って来たんですけど、まず時間より1時間も早く着いてしまったということ、あと人が全然いなくて、外人さんのガの字もないですね。ということで今何をしようかと思ってているわけでございまして、まあ、ぐるっと見てみましょうか。まあ、この牛のね感想も聞きたかったんですけどね。ということで、はい、ですか。あ、そうです。今ちょっと YouTube ちょうど撮影してました、はい。あ、車来ると思うんで危ないです。どうぞどうぞ。いえ。あ、マジですか、はい。ありがとうございます。今ちょっと撮影中なんですけど、はいはい、じゃあ足元だけ、はい、お顔出しとか大丈夫ですか。全然大丈夫。あ、大丈夫なんですか。いや、マジですか、はい、こんにちは。こんにちは。いや、本当に僕の YouTube 見てくださって、何シリーズが好きですか。私でも何かシリーズかも。せっかくね、僕ねちょっと今今日1時間ぐらい早く来ちゃって、今日実はあの外人さんにインタビューする企画をしてたんですけど、はい、もう見ての通りですね、全然いないみたいな、ね、ということでね、今ちょっと暇を実は持て余してまして、はい、K さんって今からどっか時間あります？どっか行った？全然今日は、はい、大丈夫ですか、はい、やったー。ということで企画変更。お車好きですか？めっちゃ好きですか、はい。まあそうですよね、僕の YouTube 見てくださってるぐらいですから、ね。はい、せっかくなんで、あの助手席乗っていただいてもいいですか。え、いいんですか。いいですよ、全然。乗りたい。マジですか、はい、じゃ あ、全然いいですよ。あ、まあ、1時間ぐらいまだね、M さんが来るの時間があるんで。え、嬉しい。いや、よし、じゃ あ行きましょう。じゃあアテンドします。まず足から入れていただいて、そうですね、すいません。そうですね、あ、素晴らしいですね。何気に乗り慣れてますね。ということでめっちゃラッキーな展開になってきました。皆さんお楽しみに。まずエンジンかけます。お願いします。お願いします。いやー、でもなんか先につきまってんな俺。初 SV ですか。初 SV ですね。ラッキーですね。もう1時間ぐらいあるんでしょ、かっ飛ばしましょう。お願いします。もう飛ばしてください。日本橋はよく来られるんですか。私学校が近かったんですよ、はい、あー、なるほど。なのでここをよく来て。なるほど。映画館あるじゃないですか。ありますね、ありますね、あります。ポップコーンだけ買って映画見ないで。あ、いいですね、それ最高ですね。暇つぶししてから学校また帰るとかやってました。はい、じゃあ思い出の地でもあるわけですね。そうですね、もうすごいだから大好きで、雰囲気もすごくいいじゃないですか。そうですよね、日本橋はなんか僕もずっとここで、まあ、仕事もね、この近くで。大体ここ来るとビジョンナンパできるっていうあのジンクスがあって、え、私もここに行ってナンパしたいな。いいですよ、ここもう入れ食い状態です。コラコラ、今日結構見られますので。そうですよね、あのなんか YouTube のショートもやってるじゃないですか、はい、ショートでめっちゃ見られるやんみたいなやつ見ました。めっちゃ見るやんみたいな。すごい、みんな振り向くみたいな、ね、めっちゃ面白いなと思います。全員が全員こうやって見ますからね。そうですよね、どっち派ですか、フェラーリとか。いや、なんか、うわ、これは難しいですよ。あ、じゃあ両方好きってことで。両方好きですね。あとはアベンタとかがやっぱ好きですけど。あ、フェラーリはね、フェラーリのエレガントさとね。そうなんですよね。好きなの。じゃあ YouTube 他に誰か、僕以外に僕がよく見る方とかいらっしゃいますか。カメラさんとか。カメラ、名前は知ってますか。アマネコさんとか。アマネコさん、アマネコさん有名で、最近なんか、いや、このニュースもなんか、昨日かな、なんか出てて。そうですよね。なんかそうです、そうです、ヤフーにヘッドラインに出てたから、どんだけ有名やねん。そうそうそうですよね。せっかく美人さんが横にいるとしとこ行きます。時間大丈夫ですよね。全然大丈夫です。もう5時間ぐらい乗ってて5時間いいですね。ご出身は関西なんですか。あ、東京です。もう
めちゃめちゃノリが関西っぽいんですよ。よく言われます関西のおばさん乗り移ってるんでみんなに交流してます、おばさんのお姉さんありがとうございます、あのね、ナンバじゃないですか、まあ、